どうもなべです。今有楽町にいます。今日はね、12月20日、 YouTube ファンフェスタの開催日で、ちょっとそれに参加するんです、僕。でちょっとね、まだ開演まで時間があるんですけど、ちょっと今会場にいるんですけどね、ちょっとまずなんかお腹減ったで、なんか食べます。開演までね、まだ時間があるので、ちょっとなんか探し回る気、歩きたいと思います。入場しました。こんなのもらいましたよ。始まるまで楽しみでございます。というわけで、12月20日の昨日は YouTube ファンフェスタに参加してきました。僕のそのここの YouTube のイベントみたいなのを初めて参加したんですけど、うん、前にいつも動画で見てるヒカキンさんとかね、はじめしゃちょーとかを自分の目の前で見ることができましたね。うん、本当に楽しかったですよ。うん、あのね、そうピコ太郎さんとか出てきてね、うん、目の前で本物見れましたね。うん、まあ多分あの YouTube でライブ配信してたんでね、見てた方もいると思うんですけど、最後にねオリエンタルラジオの、パーフェクトヒューマンとかやってたりね、うん、目の前で見れたね、ちょっと楽しかったです。YouTube のね、イベントとか初めて参加したんですけど、うん、めっちゃ楽しかったですね。まあ僕も一応 YouTube で動画上げてるんですけど、うん、まあね、やっぱ人気クリエイターたちはすごいなと感じました、改めて。うん、ほんとすごいなと思いました。いつかね、まあずっと先だと思うんですけど、僕もいつか、ちょっとね、有名な、ああいう場所に立ってみたいなって改めて思いました。まあまずそのためにはね、まあビデオカメラやら、あとまあ、機材とか、パソコンかな、ノートパソコンとか必要なんですけど、ちょっとそういうのも買って用意したいと思います。うん、でもすごい楽しかったですね。うん、またもしあったらこういうの参加したいんでね、うん、参加 したいと思います。うん、今回行けなかった方も次参加してね、目の前でなんかそのいつも動画で見てる方たちを目の前でね、見るとまたね違う興奮とかがあると思うので、ちょっと次もあったら参加したいと思います。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。